先輩って先週会ったのね、多分4回目くらいなのね。アメ先輩ってすごい目が合うとね、カッて目を見開いて、なんか目力で押してくんの、威嚇してくるので、なんかめっちゃ見てくるから、もう本当によく目が合うのよ。あやめ先輩とは目が合っちゃうの。あんまりでも見てくるから、なんかちょっと気になってさ、あやめ先輩になんで見てくるんですかって聞いたらね、人間観察ってマリンちゃんはこういう時こうするんだって思いながら見とるって怖ーって思って、人のことをねじーっと見てね観察してるんだって。でデータを収集してるらしいよ。あって5回目くらいからデータを元にね、あの戦うらしいの。船長はでもあやめ先輩にデータをね取られてもね、思っても見ないデッキで戦うからね、今日はちょっと攻めてみるかと思って。目が合ってさ、いつもいつもさ目カッてしてるだけだとさ、ちょっと、マリンちょっとワンパターンだなって思われちゃうかもしれんから、ちょっとたまには違うことしようと思ってね、あやめ先輩に近づいてったの。どれくらいの距離かな、5センチくらいの顔の距離まで近づいたら、あやめ先輩がうつむきながらスーって後ろに下がって、ミオ先輩のところにね逃げちゃった。ポケモントレーナーいや可愛いね、あやめ先輩。なんか動物っぽい、すごく、なんだろうね、猫とかそういう。あやめ先輩は人間観察をして距離をなんか測っていくタイプらしいんだけど、船長は話をして距離を詰めていくタイプだから、めっちゃ話しかけんのに、あやめ先輩はこうなんですか、ああなんですかみたいな。それがね、あやめ先輩はね毛をされるらしいよ、船長がいっぱい話しかけてくることが。お嬢いじめろ。いや、いじめてないよ。いや可愛いから吸い込まれてっちゃったの。うん、だからあやめ先輩に可愛い可愛いですねってね言うとね、めっちゃね嫌な顔すんの。また言ってる、可愛くないつってふんってしてる。あのツンツン感がねまたねたまらんのだな。あとそうで、あやめ先輩がちょっとなんか最後までなんか残ってて、みんな続々と帰ってったんだけど、その時になんか店長とミオ先輩着替えて、でミオ先輩がなんか座ってたから一緒に座ってて、帰んないのかなって思ったらね、あやめが終わって出てきた時にみんな帰っちゃってたら寂しがるかなと思ってつって待ってて、あの好き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 、ミオ先輩好き、もうそういうところがね、ほんと好きやん。船長、ミオ先輩は、あんまり、デビューしてから1年くらい、ほとんど絡みがなかったんだけど、一回、オフがあって、一緒に焼肉行って、なんかいろんなお話聞いた時に、あ、船長この人好きだって思って。なんかお話聞いてて、なんかすごい人柄がすごい好きだなって思って、ミオ先輩、船長、ミオ先輩とお近づきになりたいですって宣言して、それからお近づきになるために、定期的に声をかけてるんですよ。お近づきになると決めたら、絶対にお近づきになる。あやめ先輩のことね、ミオ先輩がね、あやめは赤ちゃんだからって言ってて、その時船長の心にね炎が宿っちゃった。は？ミオ先輩はマリンのママなんですけど、マリンも赤ちゃんだもんって言ったの、船長。したらね、ミオ先輩聞こえなかったみたいで無視されて、でもどうしても無視されたくなかったから、もう一回大きめの声でマリンも赤ちゃんだもんって言ったら、あーそうなんだねはいはい絶対スルーされたくないからね、2回言っちゃった。は？俺のママだが、やんのかてめえ、お思ってたらよ、どっちが本当のバブちゃんか、いざ勝負、尋常に勝負。あやめ先輩、なんか赤ちゃんなんかね、あれなんか妹にお母さん取られたみたいな気持ちになって、でもその話はあやめ先輩にしたらね、でも世の方がさ、ミオちゃんと付き合い長いからマリンの方が妹だなって言ってたから、確かにっつって、ママは船長のものだって思った。ミオ先輩はいいな、船長のお洋服も選んでくれるし、最近フータンもね、ミオ先輩に服選んでもらうって言い始めてっからね、そのうちホロライブメンバーもみんなミオ先輩のコーディネートする服を身にまとい始めるで、ヨガマント取ってきてくさ、やっぱ好きなんだろうねきっと。船長はあやめ先輩とは本当にね全然絡んでないからね、てか2人コラボもしたことないレベルだから、まだねあやめ先輩も船長とね距離感がねつかめないんだって。でもなんかミオ先輩曰く5回目くらいになってくるとね、なんかだんだんね、普段はちょっとツーンってしてるところがなんかちょっとえへへみたいになり始めて、可愛いんだよねって言ってて、え？船長えへへって言われたことないんですけどって思って、船長えへへって言われたことないなってあやめ先輩に言ったら、ないねって冷たすぎる、めちゃめちゃ塩対応。まだ船長にはね心開いてないみたいです。なんとかうまいことね距離感を詰めていきたいなって思いました。次会ったら5回目なんですよ、次、次回会ったら5回目で、でもう次ね会う予定があるんですよ、実は12月にちょっとね会う予定があって、じゃあ次5回目ですけど、そしたらえへへってしてくれますかって聞いたら、いやしないって言ってた。なんで？なんであの先輩あんな拒絶してんの、船長のこと。性欲が溢れてるから警戒されてる。あーあー